緑豊かな大阪南部南ガーチ、そこは生物の息吹あふれるワンダーランド。さまざまな生き物が生息し、その生を全うしている。そんな魅力に取りつかれた男、その名は大門翔。はある刺さびについてです。それでは、黒山里の生。彼は生き物のためなら何でもする。生き物をこよなく愛する生き物の専門家である。これはそんな男が進めるさまざまな生き物たちの生態を紹介し観察した記録である。ご存知生き物チャンネルです。今大阪府下で話題になっていると言われるツバメいるのかな。炎上するんちゃう。炎上絶対しそうです。やばいね。いただきたいものはいただきたいというこういうのを脱却するために頑張るんじゃないですか。夢を追いかけろよ。今日はここ石川河川公園やってきました。まあ、人工物のところですね、うん、これ建物とか。はい、建物とかですね。あ、うまい。あ、止まってます、うん、まあ、止まってますね。ああ、ああいう場所でもそう作ってたんですね、ツバメ。それはまた別の話で。はい、生き物チャンネル始まりました。はい、大門です。よろしくお願いします。どうも、ごきげんうるわしゅう。はい、それじゃあ今日ご紹介していただける生き物は何でしょうか。今回ご紹介させていただく生き物はツバメです。はい、身近な隣人というサブタイトル振らせていただきましたけど、まず名前は皆さんご存知だと思うんですけど、和名がツバメ、それから学名がヒルンドルスピカっていう名前になってます。で、エラド、珍しさですね、星一つということで、よく見られる、どこでも比較的普通に見られる、まあ見られないとこほぼないと思うんですけど、で、分布場所はほぼ全国ですね。北海道から沖縄南西諸島にかけてまでほぼ全国で見られます。で、まあ見られる季節なんですけど、3月から10月にかけて見ることができます。で、続いて、食性、食べ物ですね。空を飛んでる小さな昆虫、ハエとかハチとか蚊など、そういった昆虫を捕まえて食べます。で、最後に大きさなんですけど、大きさがだいたい17センチ前後、スズメとかよりは大きく見えます。そうしましたら、ツバメの生態についてご紹介したいなと思います。ツバメはスズメもツバメ科に属するツバメの仲間ということで、特徴としましては体の上面ですね、上の方は全体的に光沢のある青みがかった黒色ということで、ツバメって体の翼とか背中とか見るとこう、あの青色の輝きが見えるっていうのがありまして、でそれから喉の周りが赤っぽいっていうのが特徴になります。で、本種の分布域では主に農耕地ですね、田んぼとか畑とか、そういった場所、それから住宅地の人家周辺で、あと都会の市街地ですね、街のど真ん中とかなどにも生息しておりまして、スズメとかカラスと並んで身近な鳥の代表格でもあります。で、ツバメは夏鳥。夏鳥というのは何かと言いますと、春先に日本に渡ってきまして、秋になると越冬のために外国とかに渡っていく、そういう鳥を夏鳥と言います。で、ツバメもその夏鳥の仲間ですね。で、3月以降、越冬場所である南の島の方から日本に繁殖のために渡ってきまして、そこで子育てを行います。で、繁殖っていうのは主に市街地ですね、街中とか人家がある場所で行われまして、人家の軒先とか人工物のところにこういった泥とか枯葉とか枯れ草とか、そういったものを混ぜ合わせて、そこに自分の唾液ですね、唾とか、まあそういう唾液を練り合わせて、こういったお椀型の巣を作ります。で、繁殖期は年1回から2回ほどありまして、だいたい1回
回の繁殖で5羽ぐらいのヒナを育てます。でヒナが育って大人になって9月以降になると越冬場所であるフィリピンなど南の島の方へ渡っていきます。最後にツバメというと私たちの周りでよく見られまして、あまり物珍しさがない鳥の一つなんですけど、ツバメがいることで桜の咲く前後にツバメがやってくると、あ、ツバメがやってきたら春だなとか、渡っていくツバメを眺めながら、あ、ツバメが渡っていくと秋だなっていうような感じで季節を感じさせてくれる動物でもあります。でまたこういったツバメが人家の軒先に巣を作るというのは人がいることで天敵を避けるというそういったことに関係しているとされまして、人と動物のつながりを象徴する代表的な生き物でもあります。一方でこういった人家などの人工物に巣を作る関係上、どうしても巣から糞が出たりとかそういった問題があって巣ごと撤去されることもあるんですけど、ツバメもせっかく繁殖のために日本に渡ってきておりますので、なるべく優しい温かい目でツバメの繁殖を見守っていただけるとありがたいかなと思います。本解説は夏季参考風景図書などを参考に作成させていただきました。またぜひ興味がおありでしたら調べてみてください。それじゃあ大門さん、はい、今からツバメを見に、はい、ツバメを見に行きたいなと思います。はい、もしかしたらツバメが子育てしている姿を見ることができるかもしれないので、それを観察したいなと思います。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、おー